だよね。でもこういうことキャプテンにもあるでしょ。そうだな。もちろんあるよ。感動すれば当然だからね。ただ人前で泣くのはやっぱり恥ずかしいけど。やっぱりね。キャプテンならそうだと思ったわ。それにしてもそこまで感動できるものを見られたのは少し羨ましいな。あら、それなら次の公演は一緒に見ましょうよ。あなたが泣くところ見てみたいもの。他の演目もいいけれど、この男許し水面の涅槃は特に好き。ううん、大好きなの。きっと何度見ても泣いてしまうと思う。本当にすごく感動してしまったから。感動する、それこそ役者に本当に必要なものだわ。感じた思いをみんなに伝えたい。それを超える感動を生み出したい。その気持ちが強ければ強いほど演技を完璧なものにしてくれる。必ずね。感動が原動力か。さすがは世界的な女優だな。
こんにちは。ひろみさん、芋羊羹と金つばを5個ずつください。ありがとうございます。今日はカオルさんのお使いなんですね。え、どうしてわかるんですか？お得意様からのご注文は全部覚えてますから。今日のカオルさんのご注文はお客様が来られた時のものですね。ご名答、ひろみさんすごいですね。これぐらい大したことじゃないですよ。